いわゆる低脂肪ですね、油抜きダイエットにもなるわけですけれども、油を抜くことによって、はい、皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はローファットダイエットについてお話ししたいと思います。ローファット、いわゆる低脂肪ですね、油抜きダイエットにもなるわけですけれども、油を抜くことによって当然ながらトータルのカロリーは減ってきます。そうなると、ダイエットに役立つということは、当たり前ではあるんですけれども、ローファットにするとですね、糖質はしっかりとりますので、肝臓のグリコーゲンはあんまり落ちないんですね。肝臓のグリコーゲンがあんまり減らないと、実は体脂肪を燃やせというシグナルも弱くなっちゃうんです。体脂肪を燃やすためには肝臓のグリコーゲンを減らすことが大事ですので、その意味ではケトの方、あるいはローカーボの方が体脂肪を減らすという点では有利にはなります。ただずっとケトですとか、ローカーボを続けていてもちょっと体が慣れてしまうとか、もうちょっとご飯食べたいというような人はローファットでも十分に効果があります。もともとボディービルの世界なんかですと、油抜きダイエットが結構昔から行われていてですね、炭水化物6割、タンパク質3割、脂肪1割みたいな感じで、ダイエットをする人が非常に多かったです。でそれでちゃんとコンテストのコンディションも作るぐらい、体をバリバリに絞るような、ボディービルダーいっぱいいましたので、ローファットダイエットにももちろん、効果はあります。ただローファットダイエットですね、ちょっと血糖値がやっぱり上がったり下がったりしますので、空腹感が起きやすい、お腹が空いてしまいやすいんですね。ケトの場合ですと空腹感はそれほどない、続けやすいということがあります。あと外食の場合もですね、ケトの方が外食しやすいと思います。ローファットですとどうしても、みんなで食べるときって油の少ない食材ってそれほどないんですね。でもケトでしたらちょっとご飯だけ抜いて、肉とか魚とか、焼き鳥とかそういったものばっかり食べるようにするってことができますので、外食する場合でもケトの方がやりやすくなってきます。そういった感じでもご飯を食べたいという人はローファットで、十分できますので、その場合は糖質を 60%、 タンパク質を 30%、 脂肪を 10% という感じで、糖質はできればグリセミックインデックスの低いものですね、オートミールとかさつまいもとかそばとかそういったものを食べるとある程度、腹持ちは良くなってくると思います。で大事なのは油を抜きますので、タンパク源をどうするかということが問題になってくるんですけれども、油の少ないタンパク源というと鶏のささみっていうのがパッと出てくると思うんですけれども、普通に鶏の胸肉で皮を取ったりとか、あとはイカ、タコ、エビ、ホタテなんかも低脂肪のものになりますし、あと他の肉でも牛肉の脂身を取って赤身のところだけ食べるとかいいようにすれば、それほど油を取らないで済みます。あとは卵だったら卵白だけにするとかいう感じで、ローファットのタンパク質を取ることができますので、ご飯を食べたいという方はそのようなものからタンパク質を取る、で油はできるだけ取る、肉を食べる場合も脂身は切り落として、あるいはもうしゃぶしゃぶとかにしちゃってもいいですね。しゃぶしゃぶにすると油は取れますので、そういった形でローファットにするといいかと思います。どうしてもローファットというと外食がなかなかうまくいかなかったり、お腹が空きやすくなったりしてしまうと思うんですけれども、ある程度期間を区切って3週間とか4週間ぐらいだけでしたら無理なく行えると思いますので、ぜひ試してみてください。 EAI に発売されました筋肥大筋力向上を目指す方はぜひお使いください。